始まりました。巨人ファン山本がお送りするプレーキューチップス開封動画ではなくて、はい、今回はローソンで売ってる軽音の開封をやりたいと思います。キャラメタルタグとメタリックプレートです。ではまずキャラメタルタグから開封します。さあ、こんなんなってますかね。では開封します。お、ちょっと待ってください。お、これはユイですね。ユイが当たりました。嬉しいですね。はい、ではメタリックプレート開封します。あー、すいません、カメラが。ではメタリックプレート、何が当たるんでしょうか。出てきました、ユイと、何でしたっけ名前が。ユイと、ユイ、もうカメラあかん。あ、すいません、本当に。ユイとウイです。こちら、メタルクレート2個目ですね、持ってるの。これ初めてですね。まあ嬉しいですね。はい、裏が、こんな感じで、こんなんでます。はい。で、なんでカメラこうなっちゃうんですかね。すいませんね。まあ、こうなってますね。結構いいですね。はい、今回は、ユイ、2個当たりました。はい、嬉しいです。まあ、僕的なアーゼニアンが欲しかったんですけど、はい。まあ、嬉しいですね。はい、以上、巨人ファンやんとかお送りするプレイキューチップス開封動画、番外編でした。